い、ということでクソダサコスプレ選んでまいりました。ではね、ともりちゃん、いきますよ。はい、怖い。こちらです。でん、あれ見ていいの？どうぞ。めっちゃピンク。なんですかこれは。ちょっと幼稚園児クスノキともりをくくろうと思って。なるほど。そう、私はね、ちょっとね、これはもう嫌だなと思って嫌だなんて思ってこれを着せようと思います。皆さんちょっと楽しみにしていてくださいね。それではともりちゃんにご登場いただきましょう。お願いします。ともりちゃん、あー、かわいい。あやばいんだけどいや、拍手が起きてるもん一部の人じゃんいやでもね、これはね、むしろさっきのナースより刺さる人には刺さってると思うんですよね。いい、うん、さっきのナースよりこっちが好きという方、どうぞ。え、ちょっといるのなんやねん3人、うん、あ、カメラマン、さっきチャイナに手を挙げてた方たちがみんな寝声った？寝声ってますね。わーい、うん、でもカメラマンの人たちが、カメラマンの二人はどうしてもナースがナースがどうしても好きだと。どうしてもナースと同じ好きだと。うん、あ、メガネのナースが、メガネのナースが。いやでも、ともりちゃん3歳が出来上がりました。ともりです。3歳です。かわいいね、ともりちゃん。あ、そう、あのね、ともりね、けん玉得意なの。おい、そう、やってみて、お姉さんに見せて。けん玉やるね。うん。あ、ともりすごいね。できた。できました。ともりできた。かわいいね。帰りたい。お気持ちはそれで大丈夫ですか？はい。大西あぐりのあなたにあぐり。